1>, 1月20日土曜日午後に大久保駅南側にありますプラッツ習志野の市民ホールにて習志野市スポーツ指導員連絡協議会と習志野市教育委員会が共催で習志野市市民スポーツ講演会が行われました習志野市市民スポーツ指導員連絡協議会は 各地区におけるスポーツ及びレクリエーション活動を通じてコミュニティの推進を図ることを目的に習志野市教育委員会が委嘱している本市独自の市民スポーツ指導員で構成されています現在224名の市民スポーツ指導員が各地区で活動されており誰でも気軽にスポーツに親しむことができるようそれぞれの地域で各種スポーツイベントを開催するほか 今回のような講演会を通じてスポーツ指導に関する情報を共有したり地域内の交流を促進しています毎年プロスポーツやアスリート選手指導者を講師にお迎えして開催されており今年は2008年北京オリンピックと2020年東京オリンピックの2度にわたりソフトボール日本代表のキャッチャーとして金メダルに輝いた峰幸雄さんが 子どもの未来を切り開く指導者とはというテーマで講演いたしました私は次の公務のためご挨拶だけで退席させていただきましたが参加者からは自身の体験を具体的に語られとてもわかりやすい講演会だったとの声をいただいております災害をはじめまちづくりを脅かす有事の際特にスポーツの絆は大きな力となりますオリンピック憲章には オリンピズムの目的として平和な社会の推進を目指すために人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることであるとあり面積が県内で2番目に小さく人口密度が3番目に高い本市において市民スポーツ指導員連絡協議会が果たす活動は地域の絆をよりきめ細かく強くしネットワークとして温かく平和で豊かなまちづくりを育んでくれています。